今回は壁紙フローリングから続きまして、はばきですね。これです。フローリングと壁紙の間のはばき、ここをね、ちょっとこのペンキ、ミルキーホワイトのペンキを塗っていこうと思います。今若干ね、こんな感じで乾きの色が浮いてるようなイメージ、浮いてるような感じがするので、白に塗ってスッキリとしたいと思います。ということで、まず部屋の乾き、縁全面にマスキングテープをかけてみました。乾きなんですけど、このままペンキ塗っちゃうとどうもね、ペンキ弾くみたいで、ヤスリで削ってから塗らないといけないみたいです。ということで、全面をね、ちょっとヤスリがけしてから塗っていきたいと思います。どれくらいかければいいの？あれ、これ結構大変なんじゃないの？これ、これ全面ヤスリかけようと思うと結構大変なんじゃない？ちょっと一回そのまま塗ってみるか。もうめんどくさいし、ちょっとね、もう塗ってみますわ。いいんじゃない？これ良さそうだね。ここら辺からこっち側、こっち側はヤスリかけてないけど、そんな変わんないね。もうこのまま塗れるね。なんか思ったほど壁紙と合ってないね。これはこれで浮くね。ちょっとしまったかな、これ。もうちょっと薄い色だったのかな。しょうがないね。でもね、まあ塗りますけどね。一面完成。なんか浮いてんな、やっぱ。まあしょうがない、どんどん塗ってこう。一通り塗り終えました。なんか若干ね、色が浮いてるような気もします。しないでもないですけど、まだね、ちょっと1回目ということで色ムラがいろいろあるので、これが乾いたらもう1回塗り直したいと思います。この葉巻の上の部分は、この壁紙が白いペンキ調なのをいいことに、もう若干飛び出てね、こんな感じで面倒くさかったっていうのもあるんですけど、これでね、よりペンキ感をちょっと出そうということでね、飛び出した感じで壁紙にもわざとね、ペンキがちょっとつくような感じで塗ってみました。まあ本当は面倒くさかったからなんですけど、まあ意外といい感じで、そんなに目立ちもしないし、グラデーションというねイメージでいいんじゃないですかね。もう一回ね、乾いたら塗りたいと思います。よっしゃ、あ、やっぱもう一回塗ったら綺麗になるね。これ若干下の色が透けてるようなところも、もう2回目で結構真っ白になる、綺麗な。ほら、重ね塗りすればだいぶ綺麗になるね。はい、二度塗りを終えました。もうだいぶね、気にならなくなりましたけど、あと少しかなっていう。もう一回3回目塗ろうかな。結構綺麗に塗れました。剥がしてきます。お、いいね、いいね。あ、あれ、意外とマスカの下が染みてるね。あれ、剥がすか、とりあえず全部。はい、これ剥がしてみましたが、ガタガタ、ダメだね。まあでもね、離れてみるとそこまで大丈夫なんじゃないですか。結構この床と壁の間の色が変わるだけで部屋のイメージも変わります。いろいろ注意点なんかをブログにまとめておりますので、よろしければ見てみてください。ということで、今回は部屋の DIY、 はばきですね、床と壁の間、はばきのペンキ塗りをしてみました。